フォンロムーオデイコーエビアは、フランス、奥下に位地域圏ピレネーオリアンタル圏のコミューン。ピレネー山脈の中央部にあり、セルダーニュ地方に属する。フォンロムーの気候は、高山気候である。夏は、通常暑く乾燥し、気温は、摂取10度から摂取32度の間である。秋と春は、非常に降雨が多い。冬は、低く、摂取10度から摂取10度の範囲で、氷に覆われる。 フォンドムーは標高が高いため、1968年のメキシコオリンピックに出場するフランス選手が、コーチに体を鳴らすための合宿が行われた。町には、今もコーチにおける国立トレーニングセンターがある。1822年、かつてのコミューン、オデイオとビアが合併して誕生したコミューンである。現在の名称となったのは1957年からで、ある。 参照元、INSEEO デイオの対応炉、フォンドムーの日照時間の長さと汚染されていない、大気から太陽光研究センターが置かれている。ありがとうございます。